ゆずさん。ゆずさん。多分大丈夫です。逆だ。日本車。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、よろしくお願いします。汚いですから、ね、全然気にしないですよ、ね、服汚さないように。全然汚れていいんです。いや、なんかいつも YouTube で見てるから全然初めての感じがしないですね。そうですね、そうだね。ワクさんは僕ね、僕ね、はい、ワクさん見てて、うん、気使わなくてよさそうな人。あ、全然気使わないですよ。っていうかもう全然そのままでいいですよ。あ、よかった、ユージさんそのままの人でした。僕もあの YouTube がもう素なのであのままです。僕もそのままです。一日中ああいう感じなので何にも変わらないですよ。人多かった。ものすごくほぼ満席でした。へえ、びっくりでしょ。日本人ばかり。いや、さまざまですね。はい、エアポートエグジットはこっち行った方がいいんだ。とりあえず、はい、お待たせしました。寿司べ食うということなので、はいはい、寿司べのあたり行ってなんかお茶飲みしてもいいし、海見るにしてもいいし。いいですよ、何でも。これ勝手にやってください。はい、ガラスは汚れてます。基盤つけて後で。ワクさんこれ知ってる？ジッパーレーンっていうの。ジッパーレーン知らないでしょ。知らないです。ホノルルに行く車がいつも渋滞するでしょ。はいはいはい。こっち側の車線は向こう側に1車線上げてるの。へえ。この車線も向こうから来る。あ、そうなんですか。普段はこの石垣がないんです。え、普段はない。ない。10時ぐらいになるとこの特別なトラックみたいのがある。ほうほう。この石を飲み込んで後ろからジッパーみたいにして吐き出す。でこれを向こうにやる。すごいですね。月曜日から金曜日まで毎日やってる。すごくないですかそれって。その労力というかなんていうか、すごい。毎日それやる人が毎日やる。毎日。へえ。多分これのね、一番最後にそのトラックが止まってると思う。へえ。黄色いトラック。初めて知ったかも。そのこれがジッパーに似てるから、はあはあはあ、でジッパーレーン。すごい、ジッパーレーン。タイミングがいいとその飲み込んでるところを見れるんだけど。ここで、ここハワイで一つのアイススケートリンクです。あー、テレビで見たことあります。ハワイなのに、ここは一体どこでしょうつって、なんでここはハワイスタイル。これいいな、いい、すごい匂い。あ、おばちゃんこれいい匂いだよっつって。今ね、はい、ほらクジラも見える時あるし、いる時はね。え、そうなんですか。クジラのシーズンだから、うん、あとここイルカも集まる時あるけど、今日はいなそうかな。
アロハ。あ、ユージェさん。USJ 今ね、US、あの、US さんじゃなかった、ユージェさんと寿司レーに来てまーす。これからね、寿司レーでちょっと物色していきたいと思います。ユージェさん、行ってきます。この暮らし、もいらしいですよ。そこで買うんですね。ここでオーダーだ。アヒ、サーメン、タコ。タコ、シャイワサビ、イエス、チャプスティック、チャプスティック、ジンジャー、ワク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 。寿司ビエで邪魔しました。これからユージェさんとランチです。じゃーん、じゃーん、そしてじゃーん。なるほど、そうやってくれる。いや、僕のいつもパターン、わさびつけて、のせて、これが蓋がいきます。たまに日本のって、いやいや、叩いちゃいます。うまいっすか。ネタでかネタがね。じゃあ、いただきます。寿司米は裏切らない。裏切らない。寿司米は裏切らない。いつも僕の味方です。ウルトラマンみたいなやつじゃな、ね、じゃあこれをペロンとつけて、いただきます。うん、うまい。これ入ってなかったの？入ってない。言う人じゃないと出ないのかもしれない。ああ、うん、うまい。エビもうまい。クリームチーズ我慢した甲斐があった今日は。この炙り、これうまいですね。結構うまい、これ炙ると結構サーモンから脂出るからね、うん、どんぶりいきます。どんぶりいってます。結構辛いですね、これね。うまい。あ、そう、いや、全然大丈夫。あのね、日によって違う。あ、今日も辛いねとかさ。あ、そうなんですか。うまい、これうまがまた。ハワイ来てから僕ね、はい、変わったよね、人間が。あ、そうなんですか。うん、なんかもっと自由になっちゃったような気がする。今までよりも。今までよりも輪をかけて好きなようにやってる。もう残りの人生自分の好きなようにやろうってもう、うん、そう思ってきたから、好きなようにやってる。だからウエスト行きたいなと思ってウエスト住んじゃったし。ごちそうさまでした。ゆずさんまで食べます。あのビーチハウスも行きたいでしょ。もちろん。あれいいっすね、うん、あそこまた雰囲気がいいなと。週末は生バンド入ってる。あ、そうなんですか、うん、あそこは誰でも入れるわけじゃないでしょ。誰でも入れる。あ、そうなんですか。ただ軍の敷地内だから ID かパスポートがいる、検問の時で見せれば入っていいよ。へえ。パスポートあれば行けるんですね、うん、あ、サーフィンはするの。え、サーフィン、サーフィンは一応しようかなと。サーフィンするときは、するときにボードを借りてでするの。そうですね、一応。ただサップはしたことなかったから、サップって僕一回もしたことないです。簡単です。そうです。サーフィンする人がいたら。全然。でもこれで乗れるんだったらもう波乗りで
走れたらもう楽しければいいなっていう、それもいいですよね。 あれだからもうこれでいいかなと。そろそろ僕もロングに変えようかなっていう頃で。あ、まだロングじゃない、まだずっとショートですね。あ、そうか。今年の3月かな、最後に乗ったのが。もうそれからずっとコロナになっちゃったんで海行けてないし、あの剣またぎができなくなっちゃったんで、あ、そっからもうサーフィンもしてないですし、もちろんあのトレーニングも全然もうブヨブヨですよ。前はだって全然違う体つきだったもん。あ、1年前のビデオの枠さんと全然違うよ今。結構おっさんになってきたよね。どんだけ太るんだもんよ、うん、チャンネル作りって難しいっすね。ゼロからですからね。でも一人だからな、だって最初だって UJ さんあれやったじゃないですか、うん、日本にいる親戚かなんかに見てくれればいいかな、そうそうそう、今の生活が見てくれれば僕は元気だよっていうビデオで的なことをやってるって最初言ってたから、あ、これもまた一つだなと思って、ただこう変わってきて、お、ユージェイさんだんだんやる気出てきてるしみたいな。そしたらなんかいつの間にか、いや、え、僕ね、結構そっち系なんですよ。受け狙い好きなんです。あ、そうなんですか。結構おとなしいタイプなんだけど、うん、受け狙いは好きっていう、なんか受けるんだったらやっちゃえみたいな。そうなんですね。そういうね、なんかあのスケベ心みたいのが結構ねワクワクって出てくるので、へ、それをもう誰気兼ねなくできるのが YouTube だから。あ、なるほど。やっちゃおうかなみたいな、あの喜ばしたらもう自分でもう自分あのけなされても何されても笑ってくれるんだったらいいなっていう、ちょっとあの芸能人これあの、あ、なるほど、芸人気質みたいなのがなんか中にちょっとだけあるかもしれない。でもテントの中だとできるけど、そう、外に出るとできない。ユージェイですテントの中だとできない。なんか最初にあれこれで最近ね、そう、あれが面白い。あれも本当の思い切ってあこれやろうかな。めっちゃ寒いですよ、だってもういい時に来ましたね。はい、あのコスコで売ってるあのスポンジのサーフボード知ってます？あ、知ってます。あれいいっすよね。あ、いい。でね、今回ほらこのコロナになってから、はい、全て禁止になっちゃったでしょ、外のスポーツ。はい、はい、みんなサーフィンやりだしたんですよ。それ持ってるサーファーがここら辺ブワーッと増えたんだって。結局ビーチバレーやる人でもサッカーなんかテニスやる人でもジムやる人でも全部運動ができなくなったから、サーフィンだけが一回もそういうのなかったからね。みんなそこに集中してたんですね。サーフボード売れすぎちゃったらしいですね。来た、来ましたよ。来ました。リュック様、リュック様、
来ましたね。夕日見にバーベキューして夕日見に、ね、ナイヤー集まして、いつもここ来てて、であそこにカフェがあるんですよ。あ、ビアフットビーチ。そうそうそう。でね、あの外にもテーブルがあって、うん、ナイヤー連れてもあそこで食べさせて OK だったんで、ナイヤー。可愛くなっちゃって僕ナイヤもうナイヤがいればいいやっていう2人で飯食おうなんて感じでよくここ来てたね。雰囲気いいですよ ね、 その雰囲気いい。ここで見るサンセット、うん、結構いいです。僕も好きです。KCC、 ダイヤモンドヘッドの入り口がこっちあって、で、はいはい、これが KCC か。僕の覚えてます。チェックイン。ご滞在は9日間になりますので、はい、プレーの選手を入会いたします、はい、次は日曜日、はい、そしてまた来週の木曜日、はいはい、グランドワイキキエンの30回になります。30回、はい、今会議をいたします。今回ってあの、はい、プール使ったりはないんですよね。空いてますよ。あの空いてます。パラダイスプールだけ。あ、そうなんですか。はい、あ、カードはカードもういらない。そのままタオルが売ってますから、ね。ありがとうございます。あのエレベーター分かりますか。はい。あ、分かります。はい、どうも。
美味しいところ。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。次の動画もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。マハロー。